どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。僕はですね、井の塾という塾を作った時は、大学4年生の時だったんですけども、まあ、塾に対しての不満。まあ、僕が通ってた塾っていうよりは、まあ、僕が大学生の時に指導してきた塾っていうのは、ものすごく適当にしてて、まあ、生徒を切り捨てたりとかしてました。そこで、まあ、大学4年生の時に塾を作ろうと思って塾を作ったわけですけども、そこからなんと10年経ちました。まあ、まさか10年経つとは思ってなかったんですけども、10年経ちました。そこでですね、まあ、井の塾10周年キャンペーンっていうものをさせていただきたいと思います。基本的には井の塾キャンペーンっていうのはもうほとんどしないです。理由は生徒数を増やしたいとか、安くして生徒数を増やしたいとか、そういったわけではなくて、今いる生徒をしっかり見ていきたいっていう気持ちがあるので、今回10周年っていうことなので、まあ、大きいキャンペーンというのをさせていただきたいと思います。ただしですね、期間が、まあ、本当は1月から始めようと思ってたんですけど、12月から始めたいと思います。12月の1日から2月末までの入塾の方に関して、まあ、キャンペーンというのをさせていただきたいと思います。あとはですね、期間だけじゃなくて、僕らの塾っていうのは授業日数無制限フリータイム制っていうのが基本システムになってます。そのため入れる人数っていうのが結構限られてます。特に川原通り校だと、まあ、あと5人とか10人しか入れないです。そのため先着20名の方に対してキャンペーンっていうのをさせていただきたいと思います。それ以外の方っていうのはキャンペーン適用ではないっていうよりは、むしろ入れない可能性があります。そのためなるべく早めにご連絡いただきたいと思います。ではですね、入塾のキャンペーンっていうのを、まあ、紹介させていただきたいと思います。まず第一にですね、入塾金、これが1万800円かかるんですけども、これが全部無料になります。もう12月の最初から、2月の末までに入っていただいた方は全員無料になります。あとはですね、お友達、兄弟、同時入塾していただいた方に関してっていうのは、諸経費2500円ぐらいなんですけども、あとプリント代、これが大体1100円ぐらいなんですけども、これが全部1ヶ月ごとにかかってきます。これが全部同時入塾の場合、無料になります。あとはですね、一番大きいキャンペーン、これはもうどこの塾もほとんどやってないだろうっていうぐらい大きいキャンペーン。冬季講習、春季講習、これらすべて半額にさせていただきたいと思います。すごく、井の塾始まって以来半額なんてやったこともないですし、まあ、正直授業料 の割引っていうのも、もうほとんどしてないです、僕らの塾。料金どれぐらい安くなるのっていう感じなんですけども、まあ、小学生でいうとですね、通常料金が、まあ、週2とかだと1万2600円かかってくるんですけども、これが半額の6400円になったりとかしてます。中学生でも、まあ、2万円だったりとかするのが1万円になったりとか。で、僕らの塾っていうのは授業日数無制限フリータイム制っていうシステム、これが基本的なものなので、小学生だと1万5000円、これが授業日数無制限になってます。ただこれの半額なんで1万円にならないです。7500円になります。はい。ただまあ税抜きなんですけども、はい、でもものすごく大きいキャンペーンなので、もし井の塾ちょっと気になるわっていう方いらっしゃいましたら、まあ、お早めにご連絡いただきまして、まあ、ぜひ入塾していただけたらと思います。本当に、まあ、塾始めた時っていうのは、まあ、塾に対しての不満があって、まあ、こうしようああしようとか、まあ、保護者の方にもこうしようっていう気持ちがあってやってたのが形にできました。でもう1年目から、まあ、学年クラス1位っていうのをもう何人も出てきましたし、今10年間やらさせていただきまして、まあ、97名。実はこの動画を撮ってる時に、まあ、2学期の期末テストがあったんですけども、これで学年1位、クラス1位がさらに増えまして、まあ、実はもう100人今超えてます。チラシとかには97名って書いてあるんですけども、100人超えてます。はい。もう、まさか、まあ、こんなに小さいな塾、中学生、高校生なんて、まあ、50人から60人ぐらいしかいないようなちっちゃな塾なんですけど、でも学年順位がそれぐらい出るっていうのは、やっぱり僕らの塾の指導っていうのが認められて、まあ、結果としても出せるんだなっていうの、これはもう自信だなと思ってます。なのでぜひ興味ある方、井の塾っていう塾を、まあ、一回体験していただけたらと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。